まだできる？まだできるの？今度は何ができるの次？リチャードギアのモノマネができる？ちょっと見たいな。ちょっとじゃあお願いします。8、8、9、10、8。でこれみんなわしがやっとんのやないかい。ごめんあまりにも強く叩いてしまったんで、ゆるキャラも叩いたらね、割れるっていう恐れがあるんでね、あの商店街の理事の人にも怒られますんで。こんなん言うてたらあかんよ。この空気見てよ、この空気を。ちょっとどうしてくれるの。えらいことやろ。んでもここで割らなくても、家に帰って YouTube で安志清と検索してくれたら笑うとこありますよ。で自分の力で笑わせんかい。メガネってかけてへんやろあんた。すごきてあんたの好物ステージに落ちてへんよ。まあなんてこと言っておりますけどもね、これはね、もっとちゃんとね、こういう舞台のね、お祭りなんで、なんか正しいこと言ってもらえますか。今日花火大会ですけど、皆さんゴミはちゃんと持ち帰りましょう。あ、こういう時やからゴミがいっぱい出るから、皆さん切った時よりも美しくということですね。なるほどね。嫌えってゴミを。俺も分かった、ゴミ落ちてるわ。ゴミ拾ったな。にしゃがめて、しゃが痛いのやめてよ。あ、撫でてくれた。あ、このやお茶の10万人に1人って言われてる。なでなでありがとうございます。あ、もっと撫でられたくなってきました。私もっといいことしたいんで、何言ってもらえませんか。はい、じゃあ五輪ニューデュー政策を実行しなさい。あのアメリカオバマ大統領の五輪ニューデュー政策、この私がせいろっていうことですか。わかりました、今日から私は五輪ニューデュー政策を実行いたします。はい、あ、また撫でてくれるんですね。ありがとうございます。失礼します。うわ、何やこれは。うわ、気持ちいい、とても気持ちいいよ。中は桃源郷かもしれない。また2チャンネルで叩かれる。もうええわ、君とやっとれば。どうもありがとうございました。またブースもそこしらございますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも、やおいちゃんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんだかとっても会場の雰囲気がゆるい感じになってしまいましたけども、やおいちゃん漫才というか、お兄さん一人で頑張ってくれたような気もしなくもないんですけども、やおいちゃんありがとうございました。なんかもう寒い空気に耐えきれずにさっさと行ってしまったような気もしますけども、